にちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、静岡県に向かっております。現在神奈川県のいつもの海岸線沿いをドライブしております。もうしばらく外に出れないので、こういう時しかまともに動画が撮れないと言いますか、今撮ってます。仕事で静岡県のホテルに泊まりますんで、本日はその流れを一日いつものようにやっていこうかなと思っております。静岡県の前泊まったなんだっけ、呉滝院さんか、呉滝院さんの別館みたいなのが御殿場駅近くにあるということで、そちらのビジネスホテルに泊まるんですけど、どんな感じの動画になるんですかね。とりあえずドライブ楽しみます。デイ、コンビニでお腹空きすぎてうまからチキチキン、うめーうめーよー。はい、そろそろ御殿場着きます。というかですね、御殿場は今まで何十回何百回と来たことあるんですけど、あのビジネスホテルが御殿場駅前なんですけど、御殿場駅って初めて行くな。どんな駅かもその周りの風景も全く見たことないですね。ビジホほんと好きなんですよね、雰囲気。テレビとか YouTube とかで、あの誰かが泊まってる動画見るのすんごい好きなんですよ。何なんでしょうね、この感情。一緒の感情を持たれてる方いますかね。というわけでそろそろ着きまーす。着きました。駐車場がわからないな。駐車場を探します。駐車場を見つけました。誤算でしたわ。駅前のホテルということで駐車場がすごい遠いっすね。そしてこの街の閑散とした感じ見てください。あ、魚屋さんって前行った。え、一緒だよなこれ。チェックインします、急がないと。来ました。何なんでしょうね、このドアを開ける時のワクワク感。毎回部屋は変わらないんですけどと思いきや、これ多分グレードアップしてくれましたね。キングベッドっぽいし広い。そして目の前にGo Tenba駅と。コンビニがないんですよね。コンビニがやばいぞこれ。もう晩飯を食いに行かないと店が閉店してしまうんで、行かないといけないんですけどね。部屋が快適すぎて部屋から出たくない。そして外は雨。どうしようかな。散歩もしたいしな。結局外に出てきました。せっかくなので、テイクアウトかパパッと外食しちゃおうかなと思ってますけど、雨なので近場で済ませようかな。居酒屋さんに来ました。初めてかもしれないですね、酒が注文できない状態で居酒屋さんに入るの。けど美味しそう。酒飲めないけど鶏のたたき、うまそうすぎて頼んじゃいました。チキン南蛮定食来ました。これ780円、800円ぐらいでこの量で、やばいぞ、なんか量があるぞ。
ごちそうさまでした。うまかった、お腹いっぱいだった。ただやはり居酒屋じゃなくて普通の定食屋の方がいいかな。酒飲みたくなっちゃう、どうしても。これから帰って酒飲みます。駅前に地下広場飲食街ってあったんですけど、やってないんですよね、さすがにこの時期は。どんな感じなんだろう。結構飲食店、居酒屋駅前多いんですよね。今日は静か。近くのコンビニで酒を購入して、普段吸わないタバコをあえて吸う。たまらないですね。この後ホテルに戻ります。ホテル戻ってきました。そしてハッピーアワーがございます。前と同じですね。すごいっすね。またなんと缶ビールがある、生ビールもあるし、どれにしようかな。酒を飲むつもりでしたが、一回風呂入っちゃおうかな。風呂入って酒飲んでそのまま眠れる体勢取っちゃおうかな。あれ、ここよく見ると下ビアガーデンか。あ、ビアガーデンって書いてあった気がする。すごいな、これいいっすね。ここで飲んでこのままここに泊まれる、最高の環境じゃないですか、酒飲みには。風呂出ました。気持ちよかった。喉乾いてるので、酒飲みます。その前にアイスペールがあったので氷取りに行っちゃいます。本当はやる必要というか、そこまでいらないんですけど、あえてこういう行動をするのが DJ4 の醍醐味ですよね。はい、氷も持ってきて準備万端でございます。今9時ぐらいなんですけど、軽く飲んで寝ますか。楽しみだこの時間が。いただいたビールですね、これ無料なんですよ、ハッピーアワーで。いただきます。あー、うめー、うまいっす。ありがとうくれたけいん。いや、普段家とかでは酒飲まないんですけどね、たまにこう仕事とかでリジホに泊まるとき、もし今なんか外になかなか出れないので、こういう機会にこう旅行気分を味わえるのは嬉しいところですね、ビジネスホテル。飲んじゃうなこれな、お酒な。やばいです、もう2杯目突入してしまいました。晩飯脂っこいもの食べたからかな。そして氷があるとクピクピいけますね、お酒が。この一缶でもやめといた方がいいかな、さすがに明日も仕事なんで。これ飲んだらもうさすがに寝ます。というわけで先に行っておきます。おやすみなさーい。おはようございます、朝です。結局あの後もう一本追加して飲んでしまいました。久しぶりのお酒だったので酔いますね。軽く二日酔いですけど元気です。今日は雨降ってないみたいですね。こう見ると昨日の雨さえなければな。もっと駅前探索したかったんですけどね。まあしょうがないですね。ビジホの朝といえばコンビニの味噌汁。あ、出た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 。なんかもう朝これしか受け付けないんですよね。これを楽しみにビジホ来てるっていうのもありますよ、ほんまに。
い、チェックアウトしました。本日もお仕事頑張ります。というわけでですね、こんな感じで旅行が行けない間、もし出張とかでビジネスホテルに行ったことのない駅の近くのビジネスホテルとか泊まった際ですね、またこういった動画上げれたらいいなと思います。まあ、欲を言えばというか、次の動画は旅行になることを願いますけれども、またご覧いただけたら幸いでございます。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。